にちは、卓球センター .jp の浜畑です。今日は初中級者さんに向けてフットワーク練習の第2弾をお伝えしたいと思います。練習内容はバックを2本とフォアを1本で、相手の方はバックでそれを回していただくという練習なんですけれども、 1,2,3 でフォアに行った時に皆さんこう右足1歩で行く方が多いので、これを右足持っていった後に左もついてきてからまた右も開くっていう風な足の動かし方でフットワークしていただきたいと思います。1歩だと間に合ったとしても次のボールが取れなくなってしまうので、常に両足で踏ん張れるようにフットワークするっていう練習をしたいと思います。お願いします。時の注意点は、3球目のフォアに飛びつく時に一緒に手と足が出ないようにすることです。 1,2 で足から行って腕っていうようなイメージですね。これが手だけで行くともう次のフットワークがしにくくなってしまうので、しっかり足から行って腕、足から行って腕っていう意識でフットワークしてください。あとは足のスタンスが狭くなるとフットワークってどうしてもしにくいので、なるべく足のスタンスは広めの方が蹴りがしやすいです。で、重心をちょっと低めにしていただくと動きやすいと思います。以上のことを意識してやっていただければと思います。ありがとうございました。